ということですね。あ、その秋丸期間ですね、うん、で秋丸期間は、そのさっき言った共産主義者たちを集めて、の学者たちを集めて研究をしたと。で戦争シミュレーションしたんですね。全部私見ました、ね、精査しましたけども、結局次の世界大戦っていうのは第一次世界大戦が大きくなると、その倍ぐらいの規模だっていう想定したんですね。まあ、実際は、まあ、見方によっても5、6倍も10倍ですよね。まあ、倍の規模ってすごいですね。その倍の規模、敵はどう戦うか、我々はどう戦うかってまず分析、あれは戦えるかどうかって分析したんです。そう、イギリスとアメリカのことを分析するともう縮めていっちゃいますけども、イギリスついてこれないという結論だったんですよ。国力追いつかない。でも国力追いつかないけども、これもすごいんですよ。時代をよく読んでて、アメリカはがイギリスを支援するだろうって読んでたんです。その通りになりますよね、武器対応もね。じゃあどういうふうなその支援になるかということも全部分析してて、これ分析すごいですよ。もう機密情報も含めて、イギリスアメリカだけじゃなくてドイツとかヨーロッパも含めて、有給設備今どうなってるとかね、どのくらいの労働者が今失業してるとかね、それをどう転換するとかね、産業構造上どう分配されるとかね、そこに自由経済とその統制との絡みはどうかとか、すごい分析してるんですよ。ものすごい政治だ。そういうシミュレーションやってるんですよ。国が決断する話だから。で、結論の報告書はこれですね。何百種類という膨大な報告書をまとめた中の、これ最頂点にある結論、報告書で、題して、英米合作経済構成力調査。英米合作、イギリスとアメリカ一緒になるのか。アメリカのイギリスを助けるのか。それに対して日本はどう対処するかということのベースの調査ですね。で、これを昭和16年の7月に、研究機関が結論出たということで杉山参謀総長に報告し、まあ、それが東条陸署に行くわけですけども、杉山参謀総長はほぼ完璧だというふうに言ったんですね。で、その結論をコピーしたのが、これすごいいい資料ですけども、お手元に行ってるはずなんですけども、A4 の2枚ですね。判決ってやつですね。判決ってやつですね。最初の資料、判決とあるってやつ。そう。英米合作交戦経済交戦調査。判決は今の言葉で結論って意味です。結論って意味です。で、この結論が何て書いてあるか。ちょっと結論にもなっちゃいますけども。ちょっと読みにくいですけど、ちょっと読みにくいですかね。結局ですね、イギリスは経済力がないと、経済抗戦力、戦う力が小さい、アメリカは大きい、括弧にね、括弧3でアメリカはイギリスを助ける、でも1年ないし、1年半時間かかる、なぜならばアメリカは今戦争体制ないし、反戦ですから、アメリカの世論、仮に準備するとしても1年から1年半というか。で、カッコ4で、この次にすごく大事なことは、これ見てください、画像ね。イギリス経済力、次の対戦、賄えないと同時に、ものすごい弱点があるということが分かったんですね。つまり、イギリス経済の平坦性って伸びきりすぎてですね、イギリス本国で世界の工場って言われましたけども、その資源、あるいは食料って、ニュージーランド、オーストラリア、東南アジア、インド、ね。ここから入れてるわけです。で、石油は中東ね。で、地中海ではもうドイツと戦争してるから、全部この希望法があって大西洋を取ってイギリス本国を持ってこなきゃいけないんです、ね、で、アメリカの工業製品や食料は大西洋を渡ってきますからね、脆弱だってのが分かったんです。日本どころじゃないんですよ。この海上輸送を維持できる海軍力がないんですね、イギリスも。っていうか日本の方が優位なんですね。例えば太平洋でもアメリカを上回ってますから、当時の日本の海軍力、空母もね、含めて。で、インドも東洋艦隊ってご存知のように、海戦初っ端にレバルスとプリンス・オブ・ウェールズ沈めましたね。もうそういう現実的な状況ですから。インドへの制海権、日本あっという間取られる可能性が高い。日本も自覚してたんですよ。で、だから次の対戦はインド洋なはずだったんですけど、ね。で、平壇戦伸びきってるって分かった。それからもっとさらに大事なのは、実際の戦争になった場合、シナ問題がね、シナが大変でしたよね、日本でね。延焼ルートって香港とか
通にね、あ普通にねだったんだけども、ビルダーが切り替わって最後インドになりましたね。日本を抑えていたから。それってインド洋からですからね。それからソ連への援助ってね、アメリカから特にね、イギリスもありますよ。北極海ルートもあったけど、一番の大動脈ってペルシャからですよ。イランからね、イギリスとソ連の勢力を増してましたからね。それもインド洋ですからね。それさらにもっと大事になってくるのは枢軸、ドイツとイギリスがもう戦争14年の秋から始めてましたけど、あの北アフリカ戦線ね、勝敗を分けてくる、エルアラメイクね、北アフリカ戦線でロンメルが勝ち続けてエジプトに入ろうとしたわけですよ。スエズ運河を抑える勢いだったんですね。それは支援をしなきゃドイツ勝ってましたから。その支援ルートってアメリカの膨大な戦車とか兵力の輸送ルートってケープタウン周りのインド洋ですからね。全部インド洋だから地球規模で見なきゃいけないですね。戦争というのは地球規模でグローバルで戦略を見た場合、この戦争というのはインド洋と大西洋の戦争なんです、ね、ということをもう看破してるわけですよ、研究者たちも。あ、これは研究者たちじゃなくて当時チャーチルもそう思ってたし、アメリカの軍人たちもそういう自覚があったんですけどね。でも日本もちゃんと科学的にやってるわけですね。ということで、この判決の要するに海上輸送ルートが大事だということで、各国を見ると、でその海上輸送の船をドイツは U ボートに沈め始めていると、ね、で日本もインド洋を抑えてやりますよね。と戦いは造船能力、英米の造船能力と損失損数の戦いだ、ね、で海上輸送できなければイギリス万歳です、ね、わかりますね。戦争末期の日本と一緒です、万歳ですからね。ということが書いてあるんですね。で現実的に U ボートがもうすでに沈め始めている数字を見ると非常に現実的な海上ルートが遮断というのが括弧5で、括弧6が一番大事です。括弧6だけ見てほしい文章ね。括弧6の後段、対英戦略、対イギリス戦略はイギリス本土攻略により一挙に本拠を含めする補正候補とするも、するもって書いてあるから別にしなくていいんですね。もっと大事なのはイギリス英国交戦力の弱点たる人的物的資源の消耗を急速化するの謀略を取り、ドイツと日本がやるんですよ。消耗させるイギリスを、空襲による生産力の破壊および潜水艦船による海上遮断を強化徹底する一方、これはドイツの役割になるね。U ボート次日本、これが大事ですよ。これがものすごい大事ですよ。イギリス交戦力の外郭をなす属領植民地インド、ね、ギルマン東南アジアですよね、をに対する戦線を拡大して全面的消耗戦に導き、戦線拡大、インドに近づけばガンジーというのは日本はどうなるかってよく見てましたから、立ち回るわけですね。インド独立なんて言ったらチャーチル政権を崩壊しますからね、この時にね。一方消耗戦に導き、かつ英本国交戦力の中堅を切断し、インド洋の海上輸送ですね、切断して英国戦争経済崩壊を期することもまた極めて有効ですね。極めて有効なりで絶叫してるわけですね、この括弧7の3。で次に大事なのがアメリカで括弧8ですね。でここはだから認識を、戦後の認識を変えなきゃいけない。当時の時は全然我々の戦後の認識とは違う。米国は自らを欧州戦に参加することを極力回避し、その強大なる経済力を背景として自国の軍備強化を急ぐとともに、反枢軸国家軍への経済的援助により交戦諸国を疲弊に陥れ、その世界政策を達成する戦略にずること有利なんですよ。これがアメリカファーストなんですよ。わかりますよね。これが共和党であるフーバーたちであるリンドバーグ、別に日本も好きだったわけじゃないですね。ところがルーズベルトは無理くり参戦させようとしたんです ね。でドイツと実質ドイツ攻撃しましたよね、ドイツの船にね。だけどもヒトラーは分かってるけど、これをヒトラーもよく分かってるけど、この図式をね、アメリカ参戦者がですね、イギリスをまでやればいいんだと、ソ連もイギリスをやればいい。で耐え難きを耐え、我慢に我慢を重ねたヒトラーがね、分かりますよね。アメリカを本格的に立ち上がらせたわけですよ。で日本、さっき言いました、日本の中にも緻密な議論があって、日本が南に降りてるってインドネシアの石油を取るにはフィリピンはやっぱり抑えなきゃいけない、ね、でもフィリピン程度じゃアメリカが激高すること考えられないっていう調査結果出してるんですね。まあ、はっきり言って当時のアメリカ人、今でもそうだけど、フィリピンがどこで日本はどこかって分からんですよね。そんなもんですよね、東南極東のことなんかね。で
海軍軍令部とか連合艦隊ですね、あるいは海軍指揮、海軍軍令部とか海軍省の軍務局、連合艦隊で議論があったのはさっきも言いましたが、間違っても真珠湾は攻撃してたという順守ですし ね、海軍の拠点になってるしね、でリゾート地ですね、そういうことです。だから真珠湾も水戸もラバールもこの判決では想定外、計画外で議論の中では最もやっていけないことっていう位置づけになってましたということですね。ということです。はい、ちょっと急ぎますね。だけども歴史の事実は皆さんご存知の通り、真っ先に真珠湾を攻撃したわけですね。こういうことなんですね。真っ先に真珠湾を攻撃した。なんでだ、ね、山本五十六連合会館司令長官はこれは皆さん有名だから知ってると思いますが、昭和16年の1月7日に、及川海軍大臣に手紙を出してて、それが今もう残ってます。山本長官は若い頃から奇襲攻撃をやりたかったですね。で真珠湾を狙ってました。ハワイ、ね、16年1月に手紙書いてます。そのまま読みますね。日米戦争において、予想される日米戦争において、我らを第一に遂行せざるべからざる方向は、一番最初にやらなきゃいけないことは、海戦壁と敵主力艦隊を貿易に出し、出て敵主攻撃をかけて、そうすることによって、米国海軍および米国民をして、救うべからざる程度に、その士気をそそせしめることなんですね。わかりますよね。相手を意気消沈させるのが奇襲攻撃の目的だ。だからハワイ奇襲を準備するって残していきる。これが正しかったかどうかということですね、問題はね。まあ、答えは皆さんご存知だと思いますが、それを科学的に見たのがこの図ですね。これ右が時間軸で、縦が経済構成で戦争する力ですね。経済を背景にした戦争というですけども、この日本って曲線がありますよね。日本って曲線わかりますかね。これね、これ一番外側の日本は統制経済で一気に戦争準備ができた。でその後、東南アジアの石油を抑えて資源を確保して、でそれを活用して大東亜共栄圏ということで、このこれね、時間軸とともに年数の経過とともに経済力をね、広域の経済力をつけていこうと、でアメリカに対抗していこうとですね。で彼秋丸機関の最初の想定はアメリカが、ね、戦争だって火がつくことはないから、ね、その自由経済だし、まあ、フィリピンにあったところでそんなに戦争経済力が奇跡的にアップすることはないから、でもどっかで気づくから大国だから、まあ、経済構成力が上がっていくね。その交わるちょっと前までがタイムリミット、その時この時時点までにイギリスをね陥落させれば、ね、英米合作って言ってもイギリス陥落すればアメリカが戦争をする大義も本当はないしね、一旦講和になると、で時間稼いで大東亜経済を発展させようと作戦だったのに、真珠湾攻撃した途端もう激高ですよ、キルザジャップですよね、もう全米中ね、そういうご存知ですよね。ということで一気にこういう経済、アメリカの経済力が一気に上がっちゃったんですね。だから交わる点がここに来たから、ね、イギリス陥落まで1年半ぐらい時間があったのに、まあ、1年かあるいはそれ以内に昭和17年中に日本は西へ行って、ね、昭和17年中に西へ行って 西へ行って、ね、西へ行ってインドを独立させて中東あたりでドイツと合流すると、もう時間がなくなっちゃった。それ以上時間かけたらアメリカ大変な国家軍事力が成長しちゃいますからね。17年のなるべく早い時期ですよ。昭和17年のなるべく早い時期に日本が迷わずね、インドネシアを抑えた後、ね、東南アジアを抑えた後西へ行けばですね、連合艦隊すべて機動部隊すべてインド洋に行けば、陸軍は頻繁作戦をだから前倒せばよかったんですよ。でインドへ行って中近東で合流すれば、インド洋を抑えたらアメリカの支援はできなかったから、ロンメルとスウェーデンのあたりで合流できたわけですね。でそこの石油も使えたわけですね。ね、これは後知恵じゃなくてそういう計画だったんですよ。
合理的ですよね。リスクは高いけど合理的で、この戦略の欠点は僕いっぱい言えます。だけども可能性のある道であったことは間違いないし、それからそれは科学的な膨大なデータから積み上げられた計画だし、リスクは高いけどもかけてみる価値があると陛下も判断されたということですね。ところが実際は真珠湾攻撃、それから真珠湾攻撃と伊東へとガダルカナンで、ガダルカナンで相当全て使い果たしてもう西行く雰囲気よりはなくなったということなんですね。一般論だけじゃなくて具体的な話、連合艦隊の中の議論、昭和16年9月末ですよ。昭和16年9月末、これ記録残ってますね。航空艦隊首脳部の打ち合わせ、航空艦隊参謀長大西旅次郎発言、日米戦では武力で米国を屈服させることは不可能である、対米戦に突入する以上当然戦争の早期終結を考えねばならない、それにはある一点で妥協する必要がある、そのためにはフィリピンをやってもどこでもどこをやっても構わないが、ね、これ連合艦隊の首脳が言ってるんですよ、構わないがハワイ攻撃のようなアメリカを強く刺激する作戦だけは避けるべき、昭和16年9月にということですね。はい、まあ、山本五十六さんは初めからやりたかった。でも問題は人事ですね。そういう人を連合艦隊長官にしてしたのは与那国翼で、かつ長く置いていたんですよね。あれ16年の8月あたりが任期だったので、真珠湾という前提がなければ言うこと聞かないわけだし、帰ればよかったんだけど、真珠湾という前提があったとしか思えないね、長野と与那国さんにね。だから帰らなかったんですよ、ということなんですね。で、作戦だから、戦術だから最終決裁者は軍令部、連合艦隊司令長官じゃなくて軍令部、陸軍で言えば参謀本部だけど、海軍軍令部の総長長野さんにね、長野さんがなぜ決裁したかということを証明してます。東京裁判の検事に対して証明してる。で、これ僕原本で確認しました、英文でね。で、和文、訳文も後で遺族に送られてきたんですが、それちょっと後で話しますけども、検察尋問に対して長野さんはこう答えています。これすごいですよ。海軍省軍務局はアメリカ艦隊を待ち受けるという伝統的な手段を好んだのです。副案通りやることを好んだ。しかし山本大将は真珠湾攻撃計画が正しいという強固な考えがあり、その計画が実行できなければ部下と共に辞職すると脅してきたのです。これ証言してた裁判、東京裁判でしょ。私はもともと海軍軍令部はさっきの副案という戦略ね、西へ行くという戦略に賛成していたのです。海軍作戦部の南太平洋でアメリカ軍を何年も待つことに、マリアナあたりで何年も待てばいいとね、計画を使うことに賛同していました。私は海軍省軍務局の方が理にかなっていると思った、そっちの西へ行く戦略の方が理にかなっていると思ったと証言してるんです、ね、昭和20年に思った。で、こちらのそれに福は西エクト戦略に賛成だったのです。しかし連合艦隊の指揮者が辞任するのには反対でしたって。一番良いのは、だから一番良いのは山本案を承認することだと思ったのですって言うんですよ。無責任って重大ですよね。普通はね、ね、西へ行けばいいけど、でもこういう恋愛があるんだよとかね、なんか理屈をつけるはずじゃないですか。そうじゃない、その理屈すらなかったんです多分ね。である意味正直ですよ、正直。すなわち山本が辞任しないようにするだけに、長野は亡国につながる真珠湾攻撃を再開した、ね、という証言を残したんです。でも本当はこう考えるのは自然ですね。口にできない理由が、その自然ですよね。で、さっきの英訳の方なんですけども、和訳の方なんですが、実は長野治氏はこの証言した後、まあ、冬、彼はちょっと胸が悪いんですが、巣鴨の高知城の窓を破られてね、寒風吹き去るんですよ。これで、ね、これ家族が言い残してるんですけども、聞いてね、紙とね、新聞紙とそれからご飯粒に直してくれないから、こうやって塞ぐんですって。
かわいそうですよね、ご高齢の、ね、方がね、胸もありし、突然剥がされるんですって。で、それが繰り返して、やっぱり急性肺炎になって、で、野戦病院ですね、野戦病院、都内の米軍の野戦病院に連れて帰って、そこで3日後に亡くなったんですね。これは本当の話で、あのスラムにいた他の永久戦犯の人たちも証言してるし、で、まあ、家族が殺されたっていうことを言ってますけどね。でもっと大事なのは、その長野さんは裁判の記録とかいろんな手紙ね、他の重要ないろんな書類っていうのをで このぐらいですね、このぐらいでっかい氷に入れてちゃんと部屋に置いておいたんですね。で、家族はまあ大事な思い出もいっぱい詰まってるしね、取りに行ったんですね、奥さんと娘さんとね。で、実家は四国なんですけど、東海道と山陽本線でとにかく電車で向かってる中、普通盗まないですよね、金目当てでも食料目当ては泥棒も盗まないです、そんなもんね、一人じゃ持てないし、それ取られたんですよ、電車に置いてると。だからやっぱりプロの集団にやられたしですね、本人たちはそう言ってますからね。新聞報道を出して、まあ、国にとっても大事だけども、歴史っていう意味でも大事だけど、自分たちにとってかけがえのないね、主人のね、手紙もいっぱい入ってるし、返してくれて新聞報道も出したんだけど、結局手がかりなく、半年手がかりなく、で、奥様かわいそうに、そのことを苦に憔悴して亡くなってた、半年後。で、それを娘さんが語り継いで自費出版してますよね。それ僕も見ましたけど、で、本当に危惧系なのは、担当したアメリカ人の弁護士がその辺の書類をかなり持ってて、写しを持ってて、帰国して持って帰ったんですね。で、何十年、戦後何十年か経ってその弁護士亡くなったんですが、遺族の方が見たらそういった書類が入って、手紙が入ったんですね。で、歴史的位置づけわからないけども遺族の方にってことで娘さんを探してくれて、で、送ってくれた。そしたら今言った証言の和訳が入ったんですって。で、和訳は今僕が読んでるんですけど、ね、で、これは大変なことだってことで娘さん自費出版したんだけど、取り上げないでしょ、どの歴史家も。これ自費出版してるし、それから地方新聞でもちょっと取り上げてんだから、知ってる人は知ってるでしょ、どの学者もね。誰も取り上げないでしょ、けしからぬことですよね、ということですね。もうこれ以上話せないですからね、だんだん私が思いましたけど、はい。で、知ってる人はちょっと言わないでくださいね、必ずこの話をしたいんですが、西へ行くキーワードね、西へ行く戦略で、東へ行っちゃった、明らかですね、もう私の話でね。でも私は山本長野の世代だけが悪いんじゃないと思う、まあ、当時の政府も当然責任がある。まず首相は困った、当時の東ですね、初めから東行くというのがあります。これもし西条秀樹だったらね、違ってたのか。で、外務大臣も東郷さんですよ、本当ですよ、東郷さん、奥さんユダヤ人ですけどね、どうですか、うん、そう、もし西郷さんだったらね、大河ドラマじゃない、日本を救ってたってということですね。はい、これがさっきの授業で、これはちなみにですけど、今話したことを、これまたあの漫画で連載してました、歴史2という漫画ですね、今見ると投稿されちゃいましたけど、で、単行本用意してます、漫画の単行本ね、出たらコンビニで買ってもらいたいんですけども、で、私が2回だけ登場してまして、なんか人気臭いかもしれませんけども、しかしながらあの戦争の真実はこのようなこととは完全に真逆であった。真実はアメリカ合衆国による日本への侵略であり、対する日本防衛であったのですということをですね、もう若い人にも本当によく認識していただきたい。で、その戦争の背景、開戦の決意はこういうこと、無責任に開戦の決意したわけじゃなくて、科学的な戦争戦略があった、ね、それは陸軍が主体に作ると、海軍も合意したと、ね、だけどもそれが破られた、破られたのは戦略がまずかったというのではなくて、戦略をやらせなかったということですね。これは史実ですから、ね、教科書どこにも書いてないですからね、これは書くべきですね、教科書にね、はい、ということで、ということなんですね。はい、それがこの本ですね、この本ですね。で、要約はここに入ってます。で、
その神道的な学者、その戦争戦略の基礎調査をした研究室、神道的な学者ですね、それ学者たちと、それから山本逸六、米内逸政らとの真ん中にいた人物っていうのがこの人ですね、これが、これがね、分かったのが本当に歴史を解明させてくれましたね。で、調べれば分かるんですよ。でも誰も調べない、ね、知ってても知らないふりしてる人もいっぱいいると思いますよ、ね、それじゃ困る。これはこれ今のヒトラーに憧れてました。いろんな人の証言がね、息子の証言もあるしね、あ、娘婿の証言もあるし、秘書の証言もあるし、これヒトラーに扮したコネクマです、うん、これはいつかということは娘の結婚式ですね、細川元首相のお母さんの結婚式の前夜、ね、家族って貴族って我々として、ね、貴族の方がいるかもしれないけど趣味が違ってて仮装パーティーってやるんですよ、時々いやらしいですね。親戚一同集まって邸宅で家族パーティーやるんですよ。で、牛若丸とか弁慶とかね、信濃貴婦人とかみんな思い思いに化けるんだけど、ヒトラーな、コネはなんとヒトラーに扮してですね、こうまんじんがありますでしょ、ね、で、これやっぱシャレや水郷でやったわけじゃなくて、やっぱりナチスに憧れてたし、ヒトラーに憧れてたし、それから研究したんですね、ナチスの組織をね、一国一党をね。で、これ漏れちゃいましてね、なんで私写真持ってるかっていうと、これ漏れちゃって週刊誌に出ちゃったんですよ、当時。で、相当叩かれるっていう経緯なんですね。そんなこともこれはちょっと暗くて見えないですけど、本に出てるから見てください。三国同盟結んだ直後にこれってね、ヒトラーと同じ服装してね、扮してるだけじゃなくて、ヒトラーのコートと帽子もらってかぶってるんですよ、敵外装に。それで散歩してる写真が残ってるので入れたんですが、でこの絵踏み回ろうというのは、まあ、藤原ですね。藤原の直系、藤原というのはもう皆さんに社会性を共通する中田萌のこの辺りから始まってね、大化の改新という亡くなる前日に天智天皇に、藤原ってもらったんですね。で、藤っていうのは非常に意味が今からあって、非常に紫色を中心に綺麗な花を咲かす、ね、こうツタ状の、ね、花ですけども、鶴っていうのはものすごく強くてね、あれ他の植物に巻きついて締め殺す時もあるし、枯らしちゃう時もあるし、養分を吸い取る時もあるんですって。だから鎌足りはそういうことなかったけど、それ以降皆さんご存知ですね、藤原時代って ね、要するに天皇皇統にまつわりついて自分たちの権勢を誇る時代が何百年も続いたわけですよ。で、その伝統は千何百年も続いてるんです。わかりますよね。で、さっきの道長っていうのは娘が3人皇后になってるわけですね。ね、で、その他全部で4人送り込んでるわけで、皇后にね。で、自分の言うこと聞かない天皇は藤原氏を構築したりとかね、いろいろやってるわけですよね。ものすごい凄惨な事件も起こしてるし、代々そういうことをやってる一族ですね。まあ、いろんな説があって、源流は百済だとかいう話、説もありますよね。で、その藤原の末裔がこの絵馬のですが、じゃあこの絵馬のってどういう人だったかということなんですけども、こういうことですね。いろんなこの絵馬論があります、ね、戦後もあるし最近もありますけど、よく言われているこの絵馬論というのは優柔不断とかね、から平和主義者だとかね、これ本人が言ってますからね、俺は平和主義者だとか書き残してるとかね、から皇室の反転、まあ、そうあってほしいですね、明治憲法体制においてね、もともともそういうことですし、あとね、面白い中川なんとかっていう人が共産主義者だって言ってるんですよ、この辺はね、そういう本もあるんですけど、これみんな私無理がある不自然でたらめだと思うんですね。そうじゃないですね。これ初めて聞くとびっくりすると思いますが、大東亜戦争というのは近衛文麿が覇権獲得を起とした、藤原文麿が獲得を派遣獲得を人した派遣ねとした昭和の対乱だったと思いますね。つまり数百年後には大東亜戦争はひょっとしたらね、昭和の藤原の乱と呼ばれている可能性は私はあるということですね。で、近衛文麿はいろんな諸勢力の扇の要にいたんです。もう、ね、人的なネットワークも広いし、情報もいっぱい取ってたし、で、あるいはグループ作ってね、
さっきの要にいたんですね。その要に、要の要の来ないです。その絵がちょっとこうしたいなと言って工夫するとみんな動いてくるんです。時代が動いてくるんです。でその扇の要、扇の要の近いところにいたのが山本五十六でありね、与那水正大臣、さっきの教授たちです。有沢博美とか大江物さんとかね。白洲次郎もそうなんですよ、実は。尾崎進もそうなんですが、詳しく言いますけど。風見明もそうだし。みんなつながってるんです。この絵でね。で、敗戦革命を目指す共産主義者。共産主義者は敗戦革命を目指してました、日本で。ね、これ、論証が進んでますけど、を利用したんですね、この絵。この絵自身は共産主義者ではありません。共産主義のことをよく勉強してましたけどね、京大の時代から。人脈もいいから情報をいっぱい取ってたけど、あるいは風見明だって自分の部下からいっぱい聞いてたし、息子もそういうグループに入れてましたからね。だけど、この絵自体は共産主義者ってことはないんですけど、これを利用したんですね。利用して、シナ事変を拡大させる。ね、シナ事変、6億円を起こしたのはコミンテルンだけど、拡大させたのはこの絵のものですからね。もちろん、コミンテルンも拡大させてますけど、戦争って向こうとこっちがいないから、できないですからね。だから、陸軍が拡大させたってことは、部分部分別としてないと思いますね。それで拡大させた日米戦争を起こし、ルーズベルトも日米戦争を起こしたかったけど、この絵も起こしたかったですね。だから、日米平和交渉が成り立つわけがない。ね、一生懸命やるふりはしてましたけどね、特にコネがね、起こし、ここからですよ、コネが覇権を握るのに、日蓮の時代では今と決定的に違うのは、公文ですよ、世界一、まあ、2番か3番まで言う人いるかもしれないけど、いずれにしても世界トップクラスの軍隊が陛下についてるわけですね、例えばコネはものすごく恐れた、226事件。515事件、井上日章の暗殺、つまり君側の官と思われたりね、陛下に立てついてると思われたら殺されるわけですよ。近衛の内心を見透かされたら殺されるわけですね。だから近衛はものすごく恐れた、もちろん天皇の軍隊全体も恐れた。それを排除しなければ近衛の覇権は巡ってこないわけですから、ね、藤原の軍隊じゃないですからね。でそれを排除するためにどうすればいいか、これは貴族あるいは藤原氏昔からやってたこと、古代の昔から突国を利用するわけですね、外国を、あるいは諸勢力を戦わせるわけです ね。だからこの時代は強大なアメリカ軍ですね、アメリカとソ連を利用しない手はない。そのためには共産主義者と、それから陸軍を共産主義者に踊らされればいいわけですね。そうすると日米戦争になると、でアメリカ軍に皇軍を粉砕してもらう、で同時に昭和天皇の対応を図ったんですね。本当にそういうふうに動いてます。でゴールはうまく利用するわけです、アメリカをね、親米政権下の覇権獲得ですね。で実際そう動いて、陛下には全世責任を取って退位してもらおうとし、ね、新聞記者でも言ってますからね、退位してもらい、自分がその後出てって、で あれですよ、高松の宮に摂政だと思って、で皇太子を即位してもらって、で実質は自分がマッカーサーと握ってやっていくと。いち早く総理、副総理になり、次の総理も選んだし、京都行くから出ようとしましたから、衆議院選挙に、ね。ということなんですね。ということですね。で、日米交渉というアリバイね、さっき言ったね。巧みですよ、もう。それだけのことやろうとしてるし、自分の命、かわいい人ですね。綿密な計画ですね、巧みに。着実に手を打って。でそういうことができる人はコネしかいなかった。みんなそんな余裕ないですよ、大変な戦争戦って国体守ることに、ね、全生命をかけてる人たちばっかりですから、コネだけですね、そんなことしたのはね。で東条への前条ね、戦争自体全部日米開戦は東条の質で、レールは風見のコネです、ね、これ風見じゃないか、風見役が左から2番目、もうちょっと暗いですよね。それからで東条首相が出てきたのも、これ軌道が承認してますけど、コネの提案ですから、でいろいろ理屈作って別のストーリーも後に残しますけど、東条は軌道に言ったんですね。で理屈はつけてますよね、陛下の言うことよくね東条聞くから、陛下が外交だったら外交で行くと、それから陸軍も抑えられると、でだから東条はいいって言ったんです。まあ心の内は全部押し付けない、単純だから、当時ね、どうせ行き詰まるだろうということですね。
で軌道が、コネから東条がいいって電話を受けた録音テープで録音してるんですよ、ね、軌道を証明しますね。ただその録音テープ自体がまだ出てこないんですよ、ね、どっかで出てきたら真っ先に連絡くださいこれ書いてあるんです、ということですね。それからもっとすごいのがね、コネ上層文ってありますよね。コネ上層文って聞いたことあるんですけど、手を ありがとうございます。やっぱ優秀ですね、今日の方々ね、皆さんね、優秀とは失礼ですね、はい、で、コネ上層文ですね。コネ上層文はですね、どういうことかというと、結局戦争の責任は陸軍ですね。陸軍統制あってっていうことらしいですけど、陸軍とそれを踊らせた共産主義者だって言ったんですよ、コネ上層文って。昭和20年の2月にコネは陛下とお会いして文書を差し出すとともにそれを言ってるんですね。申し述べてるんですね。で、戦争、この戦争は共産主義者が革新犯で、陸軍がそれに踊らされた、シナ事変やね。で、自分はそれ全く分かんなかったけど騙されただけだって書いてますね。そうなんですよ。で、それはどういう効果を狙ったかというと、昭和天皇はね、多分ね、頭クエスチョンマーク強いと思いますね。で、古代が言われた通りね、古代は陸軍の統制を昭和20年のね、戦争末期になってそれを排除しろって言ってるんだからなんかできるわけないんだけども、陛下ももちろんおやりにならなかったんだけども、このコネ上層部もう敗戦間際、アメリカ軍が進駐してくる間際に第1級の資料をコネが残したわけですよ。結局それに基づいてコネはアメリカ軍に釈明するわけです、ね、陛下もご覧になられている通り、自分はシナ事変あるいは日米戦争の連盟の一義を本当は作ったんだけども、全部共産主義者に騙され、共産主義者に踊らされた陸軍がやったこと、勝手にやったことだっていうんです。でもっと言うとね、だけどそこにはっきりしたのが言えなかった昭和天皇に責任があるっていうことですね。というのはこの上層文ですね。だけどもこの上層文で大事なこともね、真実も書いてあって、今言いましたよね、陸軍はさっき渡辺昭一先生の問いかけじゃないけど、陸軍自体が共産主義者の塊だったって説も一部ではあるんだけども、この世はそうじゃないって言ってるんです、はっきり、ね、陸軍は 100% 共産主義者に踊らされたって言ったんですよ、書いたんです。でもその共産主義者は誰かは書いてないよ、上層で陸軍のことばっかり書いてあるから、昭和天皇もそういう印象を受けたんだけど、その共産主義者っていうのは自分の周りにいる人たちです。この世の周りにいる人たち、あとで話すけども、尾崎穂積とかね、それから風見明とかね、有沢博文もそうし、大山正道もそうだし、西園寺金閣もそうだし、もういっぱいいるわけですよ、そういうやつが。東京裁判っていうのは皆さんあれですよね、連合国が勝手に永久戦犯の人たち中心に防儀があってね、世界征服って防儀があって、ね、防儀があって、それで日本は世界中侵略、世界を侵略しようとしたっていうで有罪ですよね、ですよね。でも防儀なんかないですよね。で実際会ったこともねえとね、内閣も違うしね、そういう人たちが初めてなんかこうして顔を合わせたとか ね。だけども実際防儀あったんですよ。あの戦争は防儀で日本を戦争に動かすんですよ。それは共産主義者たちですよ。コネの周りに、コネを含むコネの周りたちの防御があったんですよ。だから東京裁判をもしやり直すとすれば、まあ、別に連合国が必要ないけど、我々が東京裁判をやるとすれば、もちろんアメリカの罪とかソ連の罪ものすごい大きいんだけど、国内でやるとすれば共産主義者たちを呼んでね、防御があったんだろうってやっぱり追及しなきゃいけないですね、ということですね。上層もそういうことですね。ということでコネにとっては全てが駒でしたね。アメリカも駒だし、ソ連も駒だし、後で話しますけど息子も駒だったし、陸軍も駒だし、共産主義者も駒だったし、ね、恐ろしい男ですよね。で恐ろしい男だけどうまくカムフラージュしてたね。でなんか困るとすぐ寝込んじゃった、風邪でね。本当本当、これ記録残ってるから、シナ事変の直後とかね、2週間寝たとかね、それから何だっけ、総動員法か、総動員法の議決の時も1週間ぐらい、2週間かな、寝込んだりね、それから
開戦直前も昭和16年の9月も2週間ぐらい寝込んでるんだよね、確かに。敗戦間際も寝込んでるね、一番大事な時寝込んでる、ね、風邪でねそう、あと地が悪かったっていうのはありませんねそう、で、そういう中だけども、その中でキーワードいっぱいいろんなこと言いましたので、キーワードは何かっていうことは今日一つ覚えて帰っていただきたいのは風見分けですね。ご存知の方は何言ってましたか。風見分け、風に、風を見る、文章の書、風見分け、この漢字3文字だけ覚えていって他のことは今日忘れていって構いません、はい、で、風見分けの話をします。あ、先生、その写真、筑波山の写真の背景を説明していただければ。そこは次いきますか。実質的な意味でも先端のナンバーワンは東条英機ではありません、近衛文麿かもしれないし風見明です。風見明というのはもともと朝日新聞の記者でした。やっぱり朝日新聞朝日新聞は盛り込んでるんですよ。さっき言った近衛のシンクタンク、日本を戦争へ向かわせて世論を焚きつけて尾崎も入ってた昭和研究会とか、近衛の場合の朝飯会とかね、みんな戦争への抗議ですけども、4分の1は朝日新聞出身者ですから、これとか数えたんですけどねで、風見明も朝日新聞の記者ね、朝日新聞国際通信信濃毎日です。信濃毎日で編集長やってましたね。で、そこで、編集長やりながら共産主義運動やってますね。で、ちょうど徐行愛知っていうか、労働争議が盛んでね、そこに共産党員のごとくのリーダーのごとく振る舞ってですね。で、信濃毎日ではマルクスの伝記とか共産党宣言を連載してました、連続で。で、共産党宣言は人類史上こんなに素晴らしい文章がないっていうふうまで来賛してます。本当の話ですね。今長野県って今も共産党強いですよね。多分風見明の貢献大きいと思いますね。で、信濃毎日新聞を当時これは素晴らしいって読んでたのが軽井沢の別荘にしょっちゅう行ってた近衛文麿ですね。で、近衛文麿というのは自分が総理になるっていうのは思ってましたから、その時に向けて準備したことがあるんですよ。さっき言ったプロパガンダが大事だって、これからはね、ナチス見てもルーズベルト見てもね、プロパガンダに強いの官房長官につけようと思ったんですよ。マスコミ出身の議員がいたらいいなと思ったんですね。じゃあちょうどいたんですよ。風見明とこの後茨城に帰って衆議院議員に立候補して、最初の普通選挙で落ちるけど次から当選してですね、で、当選回数わずかで官房長官に大抜擢ですよね。で、信濃、あ、これ解説しないとね。信濃毎日新聞ってすごいんですよ。これ夕刊の一面トップです。で、当時の夕刊っていうのは今と違ってて、一面に一面の上の方に広告持ってくることが あるんですよ。僕もそれ確認してますから。でもこれすごいですよね。ありえないでしょ。これ当時もびっくりですよ、みんな。一面トップ、信濃毎日新聞で書いてあるんですよ、ここにね、ここに信濃毎日新聞って書いてあるんですよ。信濃毎日新聞、昭和2年11月12日一面トップマルクス資本論って、これ何なんだろうね本当ですよ、これ資金を申し込みくださいと、一面トップが本日締め切りって、夕刊で本日間に合わなかったと思うけど改造者って知ってますよね。改造者ですよ。こんなことをやるんですよ。相当だから資本論長野県で売れたと思いますよ、ね、そういう人ですね。これいいなと思ったんです、この絵は。これ本当ですよ。で、風見明を官房長官に抜擢したんですね。でもね、さすがに当時は治安情報だってね、ちゃんと運用は甘かったしもあるし、共産主義者をその官房長官に分かったらできないですよ、そんなもん。そんなもんはネットに流れたらすぐにあれですよね。ね、だからここでまたね、NHK と朝日新聞活躍するんですよ。私当時全部確認したんですよね。風見明がね、知らぬ毎日でこういう記事書いたってどこにもないの。新任の大臣なのに、大臣おかしいでしょ。で、全部この調子ですよ。貴公子、貴族のね、貴公子最初にしてね、庶民新人政治家ね、野人登場とかね、腰に煙ぶら下げてね、ね、庶民臭さプンプンとかね、そういう感じですよ。
で、あの、なんか天秤服じゃなくてモーニングじゃなくて切りますよね、あの写真の時ね、あれがあのナフタリンでプンプンとかね、そういうことばっかりで、あとその他いかに庶民的かっていう記事ばっかりですよ。フェイクニュースです、フェイクニュースばっかりですよ、今と一緒、ね、もしこういうのが当時、ね、ネットで流れてたら絶対なれないですよ。陛下が重心から多いなんだって言われますよ。で結局彼らだって情報を取ってるからこのように言ったんでしょ。でもまあ若い頃はちょっと元気だったみたいにね、多分ごまかしてたんですよ。で庶民一般人の国民は全然知らないですよ。まさか反日共産主義者の巨人がねなんか入ってるなんて誰もわかんない、知らない。庶民もね本当になんか親しみやすいね、ズーズー弁のね、茨城県人でごめんなさいね、ズーズー弁の、ね、おっさんがね、ね、野人がね、貴公子とタッグを組んでね、ね、昭和の日本を作るためにね、一抹の光明をね、一抹どころか3000たる光明を与えてくれたっていう感じですよ、本当に。まあちょっと全然例違うけど、あの今じゃちょっと評価変わっちゃったけど、小泉内閣で田中首相ってあったりましてね、あの時フィーバーしちゃいましたよね、世の中的にはね、ああいうイメージですね、あえて言えばね、そういうことなんですよ。風見明は次が私ね、で風見明とは会ったことないって、この絵は、ね、会ったことないけど元気がよくて、庶民的で ね、ですごい野人だから自分に合ってるって言ってリクルートしたって言うんだけど、嘘ですね。もっと前からだから軽井沢にいる時から知ってたし、彼と随分接触してたし、いち早く昭和研究会に入れてたんですよ、実は官房長官にするために品問題研究会を立ち上げさせたんです、風見明、ね、でその時に風見明が合流させたのが人がいて、それがキーマン、これからの話のキーマンになってくるんですが、実はあの昭和12年に林千十郎内閣っていうのが行き詰まって、陸軍軍事のね、なんで行き詰まったかっていうと、それはあの枢軸の動きがあったりね、英米からの圧力が始まってたし、それから大陸もちょっとね雲行き怪しいし、で人気も全然ないしね、国内的な調整が全然できないで行き詰まってた、軍人でね政治も苦手だったんでね、まあ、226以降の余波でコロコロ変わってたんですけども、その時にね、まあ、コネのやっぱり人望って高かったんですね、人気がね、あの数日に議長にも連れになって、あの例えばアメリカに行くって言っても日本の閣僚は全員港にあれですよ、あのそう送り出したりね、横浜帰ってきたらみんなで歓迎したりね、国を挙げてプリンスがアメリカに行くとね、でプリンスが帰ってきたとか、そういう感じで人気も高かったし、次の首相は要するにコネという呼び声が高かったんですね。当時は、まあ、あの国会の議決じゃなくて対面効果なんですよ。でもそういうのもって実は世論調査とかや結構裏にあるんですよね。ということなんですが、この絵のブレンたちも次は俺の時代だって当然虎視眈々とね、ブレンね、牢屋の正道もそうだし、ね、風見もそうだし、ね、風見もね、でそういう時期だから、この絵第一次この絵内閣発足する直前に、これ朝日新聞のメンバー全員昭和研究会とか朝飯会に絡んでいて、全員昭和研究会のメンバーなんですよ。この写真だってね、サブギャートやとすぐ分かんないけど、初めてでしょ多分ね、私以外誰も見せてないんですね、はずです、隠してるからね。で筑波山、風見の地元の筑波山に登って、でそこで規制を上げて、で降りてって、霞ヶ浦のおとりにある割烹で規制を上げたんですが、これメンバーはすごいですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9、一番右の人は関口さんといって昭和研究会の創立者ですよ、一人。左から2番目風見明だね、鮮明な写真ここに入ってるからいいから、ね、はい、3番目にもう聞きます。風見明がいつも隣にいてビタッとくっついてる人がいるんですよね。彼はもうすぐこの内閣ができると、いよいよ革命が始まると、日本でね、終わりますよね、一国一党実現できる、はい、誰かですね、そう、これね、あの 真冬でもないのに黒いフロックコート黒いコート着て、これ実はサングラスかけてるんです、
で帽子かぶって左から3番キサでしょ、ね、こんな格好して街歩いたらどっからどっからどう見てもスパイですよねそうで女にも持ってた。これ尾崎細美ですね。尾崎細美です。昭和12年のこれ5月からね、そういう構図で、またここからすごいですよ。やっぱり事実は隠せない。降りてって霞ヶ浦の霞ヶ浦と湖知ってますよね。ほとりにある料亭で密談をしたんですね。これからの行動計画、ね、朝日新聞に出るまでね。わかりますよね。風見は政権中枢に入るし、尾崎だって、ね、これ内閣の食卓になるんですよ、ね、その後ね。でこのやつブレーンです最初からね。で朝日新聞はどう頼むよって話ですよね。で NHK を握ってますしね。でそんな話ちょっとやそっとのことでできないですよね。ね、茨城県下にいっぱい格好あるかもしれない。その格好は花月亭っていうんです。霞ヶ浦の月の亭、綺麗な名前ですね。湖の湖畔に月、満月の数字ね、多分満月ですよ。これが意味があって、あの小根ふんまのお父さんっていうのは火山っていうか豪して火山なんです。霞の山ってで火山会館って虎ノ門にね、あれですね、あれ作った人で、で花月亭ってまず霞っていうのは霞ヶ浦の霞だけど、火山の火でもあるんですね。で月は満月だけども、その火山亭って実はよく知られた格好なんです。火山炉ね、火山炉、楼閣の炉ね。火山炉ってよく知られ、なんで知られたかというと、出てきました、航空隊副長、航空隊副長だった山本五十六が新潟市の水合わずに、そこの花月亭のご主人夫妻が山本五十六の養父のような位置づけだった。それし、よく知られた話らしいです。あれホームページ見ると今でも書いてありますよね。今でもそこで密談してるんですね。だからそれは偶然かもしれないけど、でもそういう、わかりますよね。大事な話するときに皆さん飲む場所考えますよね。先生もそうですよねということですね。で、こっから1、2ヶ月後に第一次コネナイト、ね、12年の6月かかってで、7月7日七夕の日に6億事件です。はい、待ってましたって、ね、ちょうどよかったですね。偶然かもしれませんね。で、鉄砲の弾がこう込み入ってるのがちょっと飛ばして、ね、小競り合いになって、でもすぐ現地協定に結ばれたんですね。皆さんも詳しいと思います。だから品川は謝ってるんですよ。文書まで交わすんだ。それが7月の11日かななんですね。日曜日ですよ。その7月11日に風見明は閣僚に禁足令を出してて、閣議開くんですよ。品が落ち着きそうだから煽るんですよ。でもうリアルに取ってるんですよ情報。まずい、品が小競り合いが終わりそうだって言うんで、現地から参考品派兵って宣言させるんですよ。これね、で凝ってますよ。さすがですよ。電通みたいなもんですよ。あ、電通ってあります。今だけして。今は失礼です。あのね、これもクラインで、これで見てほしいんですけども、たったそれだけのことはもう。